はい、おはまるどうも、しょうまるセブンでございます。はい、本日の動画ですね、ツイッターで Apex について何か質問ある人って募集したらですね、上級者が言うよく死なない立ち回りっていうのをちょっと知りたい人がいたんでね、ちょっと紹介しようと思います。では普段はツイッチで配信してて、説明欄をフォローお願いします。ゴーゴット。はい、じゃあまず死なない立ち回りっていうのは、まずポジションですね。敵は結局詰めてこれないポジション、基本的には高いポジションですかね。今動画で流してるんですけど、ここ死なないポジションですね。この状況であれば、ここはほぼ死なないポジションですかね。理由としては、まず相手が詰めてこれない。来づらいですかね。で、さらに言ったら、ここすぐ引ける。しゃがめば引けるし、ちょっと後ろ下がっても車線切れる。ってことですかね。車線が切れて敵が詰めてこれないポジションであれば、死なないポジションが成立しますね。これもさっきの続きなんだけど、ひたすらやってますけど、結局死なないポジにいるときは、敵殺せないです。死なないけど殺せるポジではないっていうことですかね。よほど相手が逃げられないところに出てこない限りは、殺せないです。その後ですね、ちょっとこれ見ててください。見てください皆さん、最強ポジですどう、これこそ本当に死なないポジじゃねって思わん？ちげえよって、今日そんなの聞いてきたんじゃねって。俺は絶対に死ななくて絶対に殺せる立ち回りが知りたいってことか。ないっすよそんなもん。大抵の人が死なずに生きられる時ってスナイパー持ってる時ですね。スナイパー持ってひたすら有利ポジから撃つ時、それが一番死なない時の立ち回りになってますね。で、なんでスナイパー持ってる時死なないかっつうと、距離があって、まずダメージをそもそももらわない。ただ敵は詰めてこれない。回復できるんですよね、食らっても。あとはいつの間にか高いポジにいることの方が多いと思います。だから何が言いたいかっていうと、距離を取ってすぐに引けるポジションであれば死ぬことはほぼないです。だから上級者が言う死なない立ち回りっていうのは、別の名前で言ったら死ににくい立ち回りですね。で、それって何なのかって言ったら、距離取って引けるポジションにいるってことです。高いポジや遮蔽物があるポジションですね。高いポジションにいたのにジップラインで突っ込まれて死んだっていう人は、それはもう明らかに君のせいだから。警戒しない君が悪いから。それはね、自分でなんとかするしかない。打ち返すしかないですね。見てない君も悪いし、警戒しない君も悪い。だから高いポジションにいてやられる場合ですね。まず、こっちに来る前にダメージをもらいすぎてる。一番最悪なのはダウンもらうことですね。基本的に突っ込むときは、高いところに突っ込むときは、相手にダメージを入れて回復させてから行きます。基本的には。もらっていいダメージは自分のシールドが削られるくらいだと思ってます。で、元の HP の方に削られると、やっぱその分、注射器とかね、めちゃくちゃ時間かかるんでね、もったいないですね。はい、じゃあ次ですね。このゲームで、よく死ぬ人っていうのは多分孤立してる人が圧倒的に多いと思います。孤立しないで、味方と離れないで味方と動けば、死ににくくはなりますね。それは多分皆さん分かってると思うんですけど。脅威っていうことは、もちろん当たり前のことなんですよ。皆さんも分かってると思うんですけど。ポジション強くて、味方と動いてれば強いですよね。だからこれらをちゃんと守ってれば、どうなるかっていうと、試合を有利に進めるっていうことなんですね。だから、死なない立ち回りっていうのは、有利に動き続けるってことですかね。有利に立ち回り続けるってことだと思います。はい、じゃあそんな感じですかね。まず距離を取る。で、高いポジションを取る。で、味方と動く。こんなもんで死ににくい立ち回りにはなりますね。Apex において当たり前のことですね。それらを守ってやればね、死ににくい立ち回りにはなりますね。ただもう一回言うけど、自分が絶対に死なないで、敵を絶対に殺せるっていうのはないから。ただ試合を有利に進めて、勝率を高める。それだけですね。チーターだってこのゲーム負けるからね。立ち回りで。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またね、バイバーイ。最高。